鳥居二宮赤城神社は、群馬県前橋市二宮町にある神社。式内社論社、上野国二宮論社。旧社格は豪社。関東地方を中心として全国に約三百社ある赤城神社の本宮と推測されるうちの一社である。他数柱。赤城山総研は、不詳で、 平安時代に遡ると見られる。赤木南六には、豊木入彦の命を祖とする、神月の氏がいたと伝わっており、当社の創建に関係したとも言われる。当社が二宮と称したのは12世紀前後と見られる。六国史には、赤木神に対する数度の深海宝珠の記録があるほか、平安時代中期の縁起式神明朝には、名神大社として、 上野国瀬田郡赤城神社の記載があり、その論者とされている。論者には赤城山麓に鎮座する当社のほか、山腹の三代沢赤城神社、山頂の大宝ら赤城神社があり、確定していない。戦国時代末期には、北条氏直により荒廃したが、大北城に入った牧野氏により、社殿が整備されたという。明治時代には、近代社格制度において後者に列した。 三代差は、大洞、二宮の三社を合わせて、国兵中車にしようとする動きもあったが、終戦により実現はしなかった。六国史に記載される赤城神に対する深海宝珠の記録。筆井市当社の牧田に位置する。赤城神社を称する神社は、群馬県を中心として、数多く存在する。それらの大元とされる、 演技式新名庁記載の名神大社の否定を、めぐって、三代沢赤城神社、大洞赤城神社、二宮赤城神社の間で議論がなされてきたが、決着はついていない。当社は、赤城山麓に位置し、東北方には4期の前方公園墳からなる、大室古墳群が残っており、赤城神と関係の深い噛みつけの死の中心。また、数多い赤城神社の中でも唯一、 二宮を称するのが特徴である。そのため、一宮、二宮が制定された頃は、当社が中心となっていたとみられ、遅くとも、鎌倉時代には、当社は里宮として赤城信仰の中心を成していたと推測される。現在の赤城信仰の中心は、三福の三代沢にあるが、三代沢と当社との関係は深く、4月11月の年に改良社間での三越の都御がある。 三代沢にある古代最祀遺跡の筆石は当社の真北に位置しており、それとの関係も指摘される。なお、三代沢と当社との間には、金と紙車社数社が鎮座する。この金庫は、本社の車両域の入り口を意味するとされ、三越渡業の際に休憩した地として、月田、不活の金と紙車社があったという。境内には、堀と土類が巡らされている。 中世におけるシャチの形態をよく伝える、看護以降であり、市の史跡に指定されている。重要文化財史跡重要無形民族文化財、所在地交通アクセス。ありがとうございます。